皆さんこんにちは、鈴木雅人です。今回 NHK 交響楽団の皆さんとドイツ三大 B プログラムをご一緒することになりました。バッハ、ベートーベン、そしてブラームス、どれも主力の名曲です。特にバッハは私自身がチェンバロを引き振りして演奏するブランデンブルク協奏曲第1番、これは皆さんもですね、立って演奏して本当に生き生きとしたリハーサルを今することができました。そしてブラームスの第1番の交響曲はティンパニの連打から始まる本当に有名な作品ですけれども、今回このコロナ禍で改めて演奏することでこの作品の偉大さに触れることができて本当に嬉しいです。ということで会場で皆様にお会いできることを楽しみにしております。それでは。